はい、どうもこんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。なんかいろいろ遅くなってすいません。はい、今日の動画はスイート11月5,990円、1990円、ハリプトゥ1台2役コンパクトストレートヘアアイロン、素敵なあの人12月号1690円、ニューヨーカートートバッグ&バックインポーチのセット。はい、以上、本日は2冊だけ開封していこうと思います。すみません。バタバタしておりまして、スイート会ちょっとぶっ飛ばしてしまって申し訳ない。コメント欄でもね、スイートご紹介してほしいっていう方がいらっしゃったのでね、今回購入してまいりました。すみません。そして素敵なあの人でございますね。こちら発売日が10月16日かな。どちらももう発売済みの分となっております。ニューヨーカーのね、このバッグ気になるわっていう方、割とコメント欄でもいらっしゃったので、取り上げさせていただきました。ちょっと今回はもう遅れまして申し訳ない。ちょっとね、プライベートでバタバタあったんですけども、これで最後やと思うわ。なんやかんや。一旦ね、このバタバタ時期がね、今年はもうないと思うんですけどね、ここからまたちょっと頑張っていこうかなと思います。あ、そう、昨日ぐらいまでさ、またしても鼻グズグズしてたんですけど、なんか鼻風邪みたいな、流行りすぎじゃない、なんか。まあまあ、とりあえず、まずは、こちら。はい、スイートさんから行きましょうということで、だいぶ遅れちゃったね。ごめんね。髪の毛負けるかな、どうやろう。まあ、とりあえずやってみるか。スイート11月号でございますね。こちら発売は多分ね、12日ぐらいに発売されてた分となっております。今回スイートさんは増刊版とかなし、通常版のみとなっております。時期彫刻は楽しみやけどね。ただ今回がハーリップトゥーさんの1台2役コンパクトストレートヘアアイロンなわけですよ。前回出たよね、ストレートヘアアイロン。多分ね、あの見た目とか性能とかね、あの後ろについてるボタンとかさ、スイッチの感じが全く同じなので、同じものの色地だと思っていただけたらと思います。前、アンドロージーさんで出たやつとね。はぁ、こっちの方が性能がいいとかいうことは別にないと思うので、あの外見全く一緒なので、まあ、同じような感じかなと思うんですが、まあ、一応ちょっとやってみようか。ヘアアレンジどんな感じでできるか一応ちょっとチェックしていこうかなと思います。ということで、早速、開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じで、トリセッツがついておりまして、はい、こちらはですね、充電タイプではございません。USB ケーブルを電源につないで使用してくださいということでございますね。ボタンに関しては、低、中、高で電源オフみたいな感じで使うボタンがついてるみたいです。USB ケーブルはタイプ C が 1.2 メートル。そしてですね、あの前も書いてたんですけど、モバイルバッテリーを使用する場合っていうのは、5000アンペアやったっけ、何やったっけ、5000mAh ってやつね、あの読み方教えていただいたのにごめんね。その 5000mAh 以上のものを使用してくださいということでございます。あと AC アダプターは必ず100から 240V で使用してください。あと使用後スイッチをオフにしても30分以内はプレートに触れないでください。余熱でね、プレートが熱くなってるので気をつけてくださいということでございますね。はい、中身こんな感じとなっております。プチプチにくるまれておりまして、こんな感じですね。パコパコっていう、まあ、顔と比べるとこのぐらい、かなりミニなサイズ感のヘアアイロンかなと思うんですけど、これほんとね、ショートカットの方が前髪こうやってクイってやってクーってやったらさ、こういう感じになるやんか。そういうのに使うんやったらすごくいいと思うんですけど、あのご家庭とかでね、まあ持ち歩きもできますよっていうことやけど、前髪用みたいな感じでお家で使うんやったらまあいいんじゃないかな。いやねんけど、前も言いましたけど、あの100均とかね、あのスリコとかそのあたりでですね、まあ100円やないよ、1000円ぐらいするんですけど、まあ、こういうヘアアイロン普通に売ってたりとかするじゃないですか。だからわざわざ雑誌で1990円っていうのは、ちょっと割高かと私的には思うところなんですけどもね。まあ、とりあえず本体レビュー行ってみよう。はい、パコパコーっとこんな感じでございます。 1.2 メートルのケーブルもついておりまして、 USB とあとこのオーバル型のね、タイプ C かなでございますね。で、こういう形状のものなんですけど、ここをこうやってすると下かな、あ、ちゃうわ、ここ上にしたらロックがかかるみたいな感じになっております。これすっごいね、薄くて見えにくいんですけど、薄ピンクにハーリップ2のロゴがかけるスイートみたいな感じのね、ロゴがプリントで入っております。で、後ろ側はこんな感じでございますね。ここにまたマークが入っている感じ、うっすらでございますけども。で、横にイボイボイボーってついてまして、で、ここがスイッチでございますね。1回押したら1個ついて、もう1回押したら2個ついて、もう1回押したら3個ついて、もう1回押したらオフになるみたいな感じのスイッチがついておりまして、で、ここのこれね、このロック解除みたいな感じの使い方となっております。サイズ感的にもね、この中指の先っちょからでちょうど手のひらサイズという感じかな。で、このプレートなんですけど、
ツルツルプレートになっております。こんな感じ。ここの幅的にはね、だいたい小指1本分ぐらいと思っていただけたらと思います。なので、温かい面もそんなに広くないので、長い髪の毛の方が使うというよりは、短い髪の毛の方、もしくは前髪で使用する、みたいな感じで使う方が向いてるんじゃなかろうかとは思いますね。はい、こんな感じのセットでございます。あ、忘れてたわ。トゥクトゥン。よっこいしょっと両方乗っけまして、だいたい 80g ぐらいですね。はい、では早速ちょっとだけ使ってみようかなと思うんですが、スイッチ1、2、3も最大で使いますね。まあ、こんな感じで、あ、一応クルリンとはなりました。この前髪をさ、ちょっと私前髪長いからあれやねんけど、ちょっとだけこっちをカールにしてみました。まふわっとな感じですね。あんまりね、たくさんの毛束だと、やっぱり熱が伝わりにくかったりとかするから、少しずつ取ってやるのがいいかなと思います。とりあえず髪の毛はですね、顔周りだけ綺麗にしてたらね、それっぽく見えたりとかするんで、まあ、そういう意味ではいいんかなとは思うんですけど、たださ、普通のヘアアイロンって、電源切れそうになったらさ、ピッピーピッピーとか言ってくれたりとかするやん。だけど、この子はね、無言で15分で切れるんですよ。なので、こう、必死こいてやってて、さ、火ついたら15分経ってて、あ、切れてたっていうことがね、ありえたりとかするので、そこはまあちょっと注意していただけたらなと思います。一応ね、一番高い温度で180度まで出るみたいなので、前髪セットでね、そこそこは使えそうかなとは思うんですけど、今お手持ちでね、ヘアアイロン持ってらっしゃる方は、わざわざゲットする必要はないんじゃなかろうかと私的には思いますけどもね、外出用っつったって普通に電源いりますからね。なのでまあ使うのはお好みかなって思うところでございます。ほんでは次なんとなくカーリーにはなっておりますけどもね。はい、素敵なあの人、12月号でございますね。素敵なあの人さんからちょっと号が変わるというか、10月発売やけど12月号という感じでございます。洗練された人気トラディショナルブランド、ニューヨーカー。ニューヨーカー懐かしいってね、コメント欄でも割と書いてらっしゃる方いらっしゃってんけど、こちらのですね、トートバッグとバッグインポーチがついてくるよというものでございます。焦げ茶とブルーっていう色合わせがね、割とこう大人な感じかなと思うんですが、パーン！はい、こんな感じになっておりますね。でも写真で見る限りバッグ割としっかりとした感じかなとは思うんですけどね。ほんで早速開けてみよう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じだ。ほうほう、あ、バッグインバッグがさ、割と大きめで、バッグなんですけど、最小限折りたたまれてる感じなので、あー、持ち手がでもこれか。でもデザインはすんごい可愛いぞ。こんな感じのセットとなっております。ということで本体レビュー行ってみよう。はい、トゥクトゥン。バッグだけだと 170g ぐらいかな。で、ポーチもね、割としっかりしてるんですよ。ポーチだけだと 70g。 はい、こんな感じのセットとなっております。いや、すごくいい。すごくいいんやけど、一点だけ惜しい部分がありますよというところではあるんですけどもね。まずはバッグからご紹介という感じでございます。素材アップいきますとですね、いわゆる裏ツルツルナイロンとなっております。しっかりナイロンですね。で、前面に大きいポケットがついておりまして、真ん中にニューヨーカーのタグが、これね、合皮タグでついております。合皮にプリントっていう感じですね。このブランド前面のあたり、私すごく好きな感じでございますけどもね。このポケットもめっちゃでかいでしょ？で、そっから紐が生えてるみたいな感じのデザインに表面はしてくれてるんですけど、裏面はですね、こんな感じで四角く塗っている感じでございますね。なので表面も中の方で四角くこう塗ってくれてる感じではあるんですけど、これなぁ。いや、素材感はいいよ。ちょっとビニール臭する感じの厚めナイロン、裏ツルツルナイロンという感じやから、まあしっかりしてる感じでとってもいいんですけど、これよこれ、持ち手のこれでございますよ。まさかのね、ガシャガシャナイロン紐がついているわけですね。まあでもね、色合わせてくれているので、こうやって持ってても別に違和感はないかなとは思う。これ色次第なところあったりとかするじゃないですか。これでちょっと違う色のやつついてて、ここが目立つような感じだったらば、紐これってちょっと思ってしまったかもしれないんだけど、まあ、本体とね、完全に色一体化してる感じなので、そこはまあいいポイントかなとは思います。でもこのガシャガシャナイロンじゃなくってね、ツルツルの紐やったらよかったのにって私的にはちょっと思いますけどもね。ただね、皆さんのお声であるのが、ツルツルの紐割と滑り落ちやすいっていう方もいらっしゃんねん。で、その肩紐が滑り落ちやすいっていうのは、もちろんその人の肩の角度とかさ、そういうのもあったりとかすんねんけど、紐の素材感プラス紐の長さも関係するんですね。紐が長すぎたりとかすると逆にずり落ちやすくなっちゃうっていうこともあったりとかするんですよ。それプラスやっぱりこうツルツル素材だと、その方が滑りが良くてトゥルンってこう滑りやすくなる場合もあったりとかするから、このガチャガチャの紐のいいところっていうのは、ずり落ちがツルツルの紐よりはしにくいかなとは私的には思
ねんけどね。ただやっぱりさ、高級感が欲しいかな、大人の女性が持つんだったらって思うところなので、そう考えるとやっぱり紐はもうちょっと高級な感じの紐をつけてくれた方が良かったかなと私的には思います。ちょっとこれ残念ポイント1個ね。中開けていきますとですね、パッカンと、これね折り方もすごく綺麗に折ってくださってたので、そんなねシワ感なし、そのまんまで使える感じでございますね。裏ツルツル素材こんな感じになっておりまして、ポケてない、これ大丈夫、裏地はついてないですね。裏地なしのポケットはついておりません。その分バックインバッグがついてるよっていう感じのバッグになっておりますので、中はもう何もなしでございますね。サイズ感的にはこの素敵なあの人が A4 よりちょっと大きいぐらいのサイズ感だったりとかするので、それと比べていくとこんな感じでございますね。縦がこう、横がこう、縦でも横でもすっぽりサイズではないかなと思います。はい、 500ml ペットボトルをちょっと掘り込んでいきますけども、ギュンチェックをしていこうかなと思います。ギュンギュンギュン、まあ 500g 入ってるだけなんでね、こんな感じでございますね。ちょっと持ち手がぐるんぐるんしてたわ。こんな感じでございます。まあ縦にシワ感はちょっといくかなっていう感じではあるんですけど、なんか重いもの入れた時ね、そこまで気にはならんかなという感じかなと思うよ。はい、そしてバックインバッグ、これ意外とねしっかりしてるんですよ。まずポケットがね、細いポケットやペンとか入れれるポケットついてる。ちょっとチェックで分かりにくいんですけど、ほんでここにちょっとだけねマチがあるポケットが2つついております。ペンポケットが2つね、ほんでこんな感じのポケットが2つみたいな感じになっております。素材アップいきますとですね、トゥルトゥルトゥヤトゥヤナイロンとなっております。真ん中にやっぱりニューヨーカーのロゴが合皮タグでね入っております。このあたりすごくしっかりしてていいんじゃなかろうかと思うんですけど、でこのチャックも滑ったじゃないチャックがついておりまして、中開けていきますとパカンと、裏地はついてないんですけど、ほんでマチもないんですけど、裏は一応ねパイピング処理してくれておりまして、サイズ感的にはね、なんかねこのトゥヤトゥヤのナイロンの素材感も分厚くてしっかりしてていいですね。雑誌と比べるとねこんな感じ、雑誌よりちょっとちっちゃいかなぐらいのサイズ感なので、まあサイズ感的にはだいたい A4 サイズと同じぐらいなので、 A4 のものが入るっていうわけではないと思うんですけど、ぴったり同じぐらいのサイズ感ではなかろうかと思います。割とねこれ素材感も、これもまあ裏ツルツルなんですけどね、しっかりしてていいかなと思います。なんかさ、この焦げ茶にブルーっていうのがおしゃれでいいんですけど、あでもおしゃれやな、秋っていう感じするな。ただ私ってね安直なんで、どうしてもさこういう焦げ茶やったらこっちも焦げ茶とかなんかベージュとか茶色系でついついね合わせたくなってしまうんですけど、この焦げ茶にブルーっていうのも大人っぽくておしゃれでいいんじゃなかろうかと思う感じでございますね。この子をカバンに入れたらこんな感じ、サイズ感的には。中実際入れてみますとこのような感じになりますね。まあカバン自体にポケットはついてなくても、このバックインバッグがついているので全然問題なくお使いいただけるんじゃなかろうかと思うバッグでございますね。持ち手のこのガチャガチャナイロン以外は私的には全然あのイチャモンのね付けどころは別になかったかなと思うよ。はい、手で持ってみたらこんな感じで、肩掛けも OK でございます。はい、どうでしょう、こんな感じの2点セットになってるのがまあいいよね。1690円か、そうか、お値段忘れてた、1690円やったよね多分ね。いやね、1700円って考えたらねちょっと高いかなって思う気はあるんだけども、まあノーマルなバッグじゃないですか。ドノーマルなんだけど、このバックインバッグがついてるよっていうところで、この色合いだったりこのチェックの感じだったりとか、あとニューヨーカーっていうブランドさんがねお好きな方は私的にはいいんじゃなかろうかと思いますね。紐のところがほんと惜しい感じではあるんですけど、先ほども言いました本体と色がね完全に同じなんよ、完全一致なんよ。なんかそういうところでちょっと一体感持たせてくれてるみたいな、このデザイン感がお好きな方はでもまあまあいいんじゃなかろうかと私的には思う感じでございますね。はい、今日の付録紹介いかがだったでしょうか。ということで、もう暑いんやけど、あれ今日なんかめっちゃ暑い。自月予告行ってみよう。そうやそうや、忘れてた、自月予告この子やな。なんかの動画でお知らせしたよね。いやめっちゃ可愛いよね。スイート12月号は11月12日発売となっておりまして、こちらが通常版っていうかスイートさんなんですけども、大人スイートもね同日に出ますよということで、大人スイートウィンターでございますね。2024ウィンターがこちら、そして宝島スペシャルバージョンがこちらという感じになっております。まずは普通のスイートさんからご紹介いこうかなと思うんですが、可愛らしい
しいよね。付録がですね、ジルバイジルスチュアート、キューブファーバック&ハート型ポーチチャームということでございます。王道できたよね。冬だよね。ということで、モフモフバッグをつけてきてくれたという感じでございますね。で、ただのモフバッグじゃなくって、もちろんジルバイジルスチュアートさんというブランドが乗っかっているということと、ここにね、このチャームがなんかつけれる D カンみたいなのつけてくれてんねやんか。それめっちゃ嬉しい。前々からね、D カンつけてくれ、つけてくれ、言うて、割とね、まあ皆さんもそうですけど、私もあの動画でね、言わせていただいてたかなと思うんですが、それをつけてくれたので、こんな感じの合皮チャームもついてくるよという可愛いラブリーな感じのモフモフファーバッグが付録で出るよということでございます。まあ付録やったら全然いいよね。全然可愛らしいよね。近所のコンビニ行くんでもさ、ワンちゃんの散歩行くのでもさ、なんかちょっと荷物少なめのお出かけ行く時でもさ、まあピンクっていうのはどうかいというところではあるけども、でも気分は上がるよね。付録でつけてくれるのはすごく嬉しいかなと思うところでございます。で、スイートの増刊っていう枠で出すんですけど、こちら内容が全く違います。大人スイートさん。中身はね、サイコさん一色っていう感じになってるかと思うんですが、そちらで付録がついてきますよということで、付録がですね、マルディ、メクルディって読むんかな?フラワードット柄、トートバッグということでございます。このなんかお花柄流行ってたよね。なんか T シャツとかで見たことがある感じなんですけど、のなんかトートバッグで、B4 サイズのノート PC もすっぽり入りますよということでございますね。こちらのトート自体は割とね、普通のキャンバス地で、うん、普通っていう感じだと思うねんけど、このブランドロゴが入ってるところが、ちょっと可愛らしいかなと思うポイントでございますね。そしてこちらが、その大人スイートさんの宝島スペシャル版でございますね。こっちはね、なんかこれだけっぽいよ。ファミュのシートマスクと導入美容液がついてくるよっていうだけっぽい。だから、お値段的にはこっちの方が多分お安くなるのではないかなとは思います。なるほどね。スイートさん、こんな感じになっておりますね。スイートの中身と大人スイートの中身、雑誌の中身ですね。は全然違うものなので、そこだけご注意ください。ということでございます。はい、こちら、素敵なあの人、1月号になんねんね。は、11月15日発売となっておりまして、これ前に出ましたね。なんかこんな感じのさ、あれちゃうかったっけ?なんか似たような形のポーチ出たことあるなって思ったんですけど、こちら通常版でございますね。で、こちら増刊版。増刊版に関しましては、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、まずは通常版からご紹介いきましょうということで、これここがですね、ピーナッツたっぷり入るガマ口ポーチということでございます。このデザインね、すごくいっぱい入るし、なんかポップで可愛らしいよね。この黄色とグレーっていうのもさ、ボーイッシュな感じのデザイン感。やから、素敵なあの人の付録やけど、学生さんが使っとっても問題ないんちゃうっていう感じのね、割と可愛らしい感じのデザイン感だったりとかするんですけど、いろいろ入れれるかなというポーチとですね。で、こちらの増刊版の付録はですね、ピーナッツミニ湯たんぽ&ニットカバーということで出たね。去年はあの、ムーミンで出ましたけどもね、あの、リトルミーちゃんのやつうちありますけど、それのスヌーピーバージョンということでございます。なんかあの、保温効果がね、そんなに長く持たんのじゃないの、ちっちゃいからっていうところではあるとは思うねんけど、ただお家の中でさ、そのお腹痛い時とかに、ちょっと部分的にね、お腹に当てとくとか、そういう使い方でもいいし、まあ、お湯注いだら使えるのでね、湯たんぽってエコでいいんじゃなかろうかと私的には思うところでございますね。サイズ的にはそんなに大きくないみたいなんですけど、だいたい高さが 22.5 センチ、この一番上までやと思うねんけどね。で、横幅が 12.5 センチ、このぐらいのもんなので、まあでも、カイロと同じぐらいの大きさかなぐらいのもんなんですけど、まあエコでいいよね。買い直さんでいいしね、お湯入れたらいいから、お仕事場とかでもね、使いやすいかもしれへんね、ミニ湯たんぽ。はい、お疲れ様でございます。暑い今日、めっちゃ暑いんですけど、外も。もう速攻取れちゃった。なんかほんまさ、日によるよね、10月って。10月って一番気温わからん時じゃないです?バタバタしておりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか?私はですね、なんかいろいろね、大変なことが山積ではある、なんかいろいろ。でも、ちょっと乗り越えていかなあかんかなと思うので、ちょっと頑張っていこうかなと思うところでございます。なんかね、この間ね、メンシプのライブ配信させていただいたんですけど、ありがとうございます。なんか配信が画面にあるとさ、なんかその時その時のことがお話できたりとかするから、私的にはすごくありがたかったりとかするんですけど、で、10月は面試もう一回あるんですけど、で、その次に、月末ぐらいに、オープンでの、この皆さんご参加してよかったらね、ちょっとお忙しかったあれやねんけど、もしお時間がありましたらご参加していただきたいなっていう、オープンのライブ配信っていうのもございまして、よかったらですね、なんかお題をいただけたら嬉しいなと思います。どうしよう、どこで聞くのがいい?なんか、質問
コーナーみたいなさ、例えばそんなんしたとしてももう誰が興味あんねんっていう感じでしか私的には思えないんですよ。なので、まあ、例えばその世の中的な情勢であったりね、これこのことについてどう思うであったりとか、そういうのを私の方でまとめときましょうか。よかったらまとめとくっていうか、まあこのお題だーんって例えば出してさ、画面にね、ほんで上からちょっとみんなどう思うみたいな感じの配信にする、どうしよっか。もちろんなんかね、あのご相談が終わりっていう場合はツイッターの DM かインスタの DM にいただけたらね、またあの取り上げさせていただいたりとかしようかなと思うんですが、いやちゃうねん、そうそうそう、さっきねちょっと用事があって LINE で電話かかってきたんですよ。で私ね、あのでね、私たまたまね LINE 同期してたんですね、あのパソコンで。そしたら今携帯ここ手元ないんですけど、で電話かかってきて、パソコンがね今ここにあんねんけど、パソコンの方で鳴るんよ LINE が。ペレペアラパラパラーン言うんよ。でも携帯手元ないから、もうどうしようってなって、こっちで表示しちゃったら携帯で表示せんかったりとかすんねんね。だからいつもこっちをポッて切ってからかけ直すっていう感じでするんですけど、間違ってね携帯電話受けるにしてんやんか。ほんならさ、画面からもしもしってあれみたいな何を通じて、私あのマイクとかつけてないんですけど、なんか分かれへんけど、あの一応ねそのパソコン自体にも、あとこの画面モニター自体にもちょっとしたマイクとちょっとしたスピーカーっていうのを一応内蔵はしてるんですよ。なんやけど、もしもしとか言って普通に画面から聞こえて、あれみたいな。ほんでもしもしって言ってみたら、いやほんでさーとか言って普通に喋り出して、あれ喋れんのみたいな。ほんでこっちの音どう、音質どうって聞いてみたら、いやいつも通りやけどみたいないやだからさ、画面で喋れるらしい、なんかよう分かれへんねんけど。でさ、そのあのライブ配信で通話するのに、なんか別のさ、なんかあの機械みたいな、なんかいろいろこう通すやつね、もうちゃんとしたやつを買わなあかんよなとか思ってたんですよ。なんやけど、あの画面のそのなんていうかな、モニターの中の音声っていうのは配信は拾ってくれたりとかするから、もしかして普通に通話できるのではと思ってさ。ほんでね、ちょこっとね通話上がりたいなーっていう方ちらほらだけ、もう数名だけやねんけどいらっしゃってんやんか。もしよかったらですね、ライブ配信そしてメンシプに関してもですね、通話上がれる人いらっしゃるよかったら通話しませんかってちょっと思ったんですけど、なんかまあ通話って言っても、こう問い止めなく喋るってなったらお互い緊張しちゃうし、聞いてらっしゃる方もいらっしゃるしっていうところであれだと思うので、あのご相談がある方、これどうしたらいいですかっていうご相談がある方のみとりあえず受け付けさせていただこうかなと思うので、よかったらね、あの通話上がっていいよっていう方はツイッターの DM かインスタの DM でご連絡くださったら嬉しいなと思います。その際ね、オープンの配信がご希望なのか、メンシップの配信がご希望なのかもうちょっと教えていただけたらと思います。まさかのさ、何の設定もせずに喋れんのみたいな、びっくりしましたけどねあの私パソコンのことで分かってるようで分かってないやんか。なんかそういうこうパソコンってさ、すごい多機能やん、いろんなことができるじゃないですか。だから例えば編集であったりとか、まああのもともとねマットとか作ってましたからね、なんかそういうものに関する知識はなんとなくそりゃーって感じではあるんですけど、配信こと配信の知識ってまた全然別じゃないですか。でうちのパソコンの場合はどうなんやろ、その高性能のパソコンやったらこうやし、まあ、それがノート PC とかでも違うだろうし、でうちの子そんなに最新機種じゃないからさ、うちの子やったらどうなんやろうとかね、そのあたりがね全部違ったりとかするから、全く分かってなかったんですけど、まさかのねあの画面で通話ができましたなんかのスピーカーがまあ拾ってんねやろな音な、まあそれで音質よかったらまあ問題ないかなと私的には思ったところなのでね、そんな感じの皆さんからのご相談をお受けする、そしてあの皆さんのコメント欄とかもね読ませていただきながらみんなで解決するみたいな配信もできるんかなってちょっと思いました。よかったらまたね通話突大歓迎なので DM でくださったら嬉しいなと思います。まあ今日はこのあたりでということで、いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。